皆さんこんにちは。なるほど。てんです。今日も謎解きの時間で遊んでいきます。ファイル31。不完全な、えー、隠蔽と。クエスチョン1。バスルームで、えー、死んでいる女性が発見されましたと。致命傷となったのは何でしょうおでこがピンク色されている。珍しい。と <laughs> いうことで、おでこ落ちちゃったんですかね。<laughs> まあ最初の1問目は結構簡単なの多いですよね。おでこに派手な打撲の跡があると、浴室内のどこかで強くぶつけたのか、それともと、もともとピンク色のお肌されていたみたいな。<laughs> クエスチョン2。女性の死が事故だとすると、何がその事故を引き起こしたのだろうかと。まあ、滑っちゃったんですかね。結構石鹸とかで滑っちゃいますよね。ああ、左下に石鹸ありますね。いやー、滑るといえばもう石鹸かバナナの皮は2択ですからね。 まあ私、ここにバナの顔を教えた、バナの顔をクリックしましたけど、にゃんこ先生さんみたいに、さあ、では女性の足元には石鹸が転がっていたと転んで、えーあ、踏んづけて転び、洗面台の角で頭をぶつけた、そう考えられないだろうかと、そう、それもしっかりと、えー、シャワーカーテンは転んだ際に、えー、掴んで外れてしまったのかもしれないと。 クエスチョン3、えー、しかしこの女性本当に入浴するつもりだったのか捜査官が疑問に思った理由を示してほしいと、えー、入浴するつもりはなかったんですかうん右下のこれ何ですかね黒いのえー、右がお湯じゃないってことですかなんか色がすごいい色されてますけどこんな色でしたっけ温泉のもと入れてるんですかねちょっとまず温泉 <laughs> 温泉じゃない あ、違いますか。さあ、この右下が何かわからないですけど、うーん足、足に何かつけられてますね。絆創膏ですかね。え、お湯は溜まってますね。でしたら、石鹸カゴかごにバッグが入ってますけど、この黒いのがよくわからないです。これ何ですかあ、これ足ですかただの。お風呂場の。 いやー、まさかバスタブを支えてる足だったんですね、この黒いの。えー、じゃあ足怪我してるのに、えー、お風呂に入るわけないみたいなそんな感じですか、うん、おおそうなんですかあー女性は足首に尻尾を巻いてると少し前に捻挫をしていたらしいと、このままお湯に浸かれば濡れてしまうのと、なんか、良、えー、かったのだろうかとう。ああ、私足捻挫したことないですけど、ダメなんですね。結構なんかお湯とか温泉とか入ったら結構良くなりそうなんですけどね。 クエスチョン4。あるものが見つかり、女性が事故死でない、えー、可能性が、えー、濃くなった、そのあるものとは何ですかと。えー、もう左奥のバッグですかね。えー、なんでしょう。他に何もないですからね、ものが。おお、えー、理由何ですかね。理 <laughs> 正解しても理由がまだ分かっていないというですね。 ー留と共に脱衣所に持ち込まれたバッグ、自宅であれば実室に置いてくるものだろうと。ああ、なるほどですね。確かにそうですかね。女性は別の場所で殺されて事故死を襲ぐために浴室に運ばれたのだと、シャワーカーでの工作まで良かったが、バッグを脱衣所に置いてしまったのは完全に犯人のミスで言えると。ああ、これはあ自宅ではなかったんですか。いやあ、結構難しかったですね。 えー、ではですね、えー、今回の動画は以上になります、えー。ご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。